お疲れさん、ミー前田彩奈です。毎週金曜お昼12時からオンエアしているナンメガニは、いろんなアーティストが遊びに来てくれるんですが、時間の都合でオンエアしきれなかったゲストトークをここで一部公開いたします。生放送、またラジコのタイムフリーと合わせて、ぜひお楽しみください。さあ、今日この時間はこの方にオンラインでインタビューを行います。自己紹介をお願いします。 こぼれのギターボーカル佐藤武ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますた武くんお久しぶりですお久しぶりですはい番組にご登場いただくのが10ヶ月ぶりということなんですがえっ、ー、と今回はリモートでねお世話になりますお願いしますはいまず番組から素朴な質問ということでコンビニでつい買ってしまうものってありますかというそれ僕あの結構子供の頃から 収集壁というかそのコレクションをするのが好きで特になんかあの何に使うとかないんですけどびっくりマンシールがすごい好きで、はい、<laughs> あのびっくりマンチョコとか,なんかいろんなアニメとのコラボとかのびっくりマンチョコがあると本当にに何の気なしにも持っってまますすねね買っちゃいます、ね、えそれ買ってあのステッカーどこにも貼らずステッカーだけで持ってるんですか、はい もうあの財布にパンパンに入ってますあ,わあじゃあ誰かに会った時にちょっとあげるよみたいな <laughs> いやなんか買ってあのシールを見るっていう作業が好きなんですよ多分中に何入ってるかなの作業かなそうですねキラキラ光っててあ主人公当たったら今日はいい日だなみたいななんかちょっとこうラッキー 自分のラックを調べるじゃないですけどうん、うん、ついつい買っちゃいますねビックリマンチョコなるほどねでも確かにコラボレーションとかしてたら私も欲しくなります、はい、いやちょっとテンション上がりますよねなんか、うん、でも貼ってしまうなんかどこかに あ、本当ですか結構僕、うん、あの集めちゃうんですけどなんかファイルみたいのがあるっぽいんですけどちょっとまだめんどくさくて書いてないですねあー保管用のねファイルね保管用のファイルがあるっぽいんですけどねそこまでいったらガチのコレクター感出ますね <laughs> そうなんですよそこまでにはなりたくないなっていうのはあるんですけどねわ <laughs> かる気しますありがとうございますいコンビニでつい買ってしまうのはビックリマンチョコという回答でした <laughs> さあコボレとしては6月9日いよいよ来週ですね EP オレンジがリリースになり ますおめでとうございます。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と今夜空になりたくてと海までの2曲が先行配信中なんですが、今回の EP は全部で6曲が収録されてます。タイトルなんですけど、はい、こうあのいわゆるタイトルナンバーというのはまあコブラないんですよね。そうですね。今回はオレンジという曲はこの中に入っておりません。うん。この全体の6曲がこうで揃ったときに。 オレンジかなと決められたんですか。もうなんか録曲聞き終わった後に、まあ単純に気持ち的にあったかいな、あかい気持ちになれたなと思って、まあ自分もそもそも夕焼けとかそっち側の夜になってく景色の方が朝焼けよりも好きだったりするので、オレンジかなと思ってオレンジにしました。うん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 、なるほどありがとうございます。ちょっとあのこのオレンジ E.P. についてね、いろいろ聞いてみたいなと思うんですが、あのライブでも感じたんですけど。 やっぱりりりああのバンンンドアンサンブルががめめちゃめちゃゃ豊かになりましたねあありがとうございます <laughs>、うん、いやこう今まで以上にやっぱりその楽器の音のこう全体のなんか底力がこう上がってるから演奏、はい、が本当に単純にかっこいいし気持ちいいなと思うところが多かったです。いやなんかもうアンサンブルがいいってすごい言われるんですけどここ最近までアンサンブルって言葉の意味をちょっと知らなくて僕。<laughs> <laughs> 結構感覚とかノリで最高か最高じゃないかっていうのを決めてやってきたんで結構そこら辺をメンバーがいろいろやってくれたりしてるところはあるのでいやでもなんかアンサンブルって調べたらすごいいい言葉だったんで最近使ってますけどそうですねなんかあの僕以外のメンバーがやっぱいろいろ楽曲に対して なんていうのアプローチの仕方というか自分で曲を持ってきたりとかあのもっとこうしたいっていうのを明確に家で録音してきて持ってきたりとかしてきてくれたのであの多分そこがあのちょっと恥ずかしいんですアンサンブルにつながってるんじゃないのかなと自分で思ってますね <laughs> あじゃあ今までの曲作りレコーディングとはちょっとこう違う形だったっていうことですかね。ちょっっっっと違う形でで今回はしましまたたねねコロナ禍ももあってですかいいろろ宣言の延長だったりもあって たのでそれによって予約してたスタジオも使えないとかもいろいろあったんででもそれまでにあの自分たちの思うあの音とかもしっかり録音してこようっていう話になったりとかもしましたね今回は。なるほどねでもなんかそういう形でこうみんなが思い思いにこう曲に対するこうイメージとかこういうことやりたいっていうのを持ち合ったおかげでじゃあこうパワーアップできたっていうことですかそううですねやっっぱあのパワーーアップっていうかあのメンバ一一人一人がこの ep に対していいと思える。そのレベルがどん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 上がっていったのかなっていう。あの、もうこれで最高だね。っていうなんか、基準がこの ep でぐっと上がったような気がします。なるほどね。はい、うんうん、ありがとうございます。えっと1曲目に収録されているのがね。ハイウェイという曲なんですけれども、あのこう。コロナ禍でなかなか今外出しにくくなったというのもありますし。しまあ、そうじゃなくてもこうやっぱりあの。 会いたいことにそう理由ってないよねって本当にこう共感する歌詞だなと思いましたありがとうございます、うん、ちょっと旅番組のオープニングテーマを目標に作りましたこれなんかあの <laughs> ツアーかなと思ったんですけどやっぱりそうツアーと旅ってこう似てますか <laughs> ツアーの曲と見せかけて実はこれツアーの曲ではなくてあ,あそうなんだあのなんか お客さん目線の曲ですこれ自分が好きなライブに行くときに電車に乗ったりあの歩いてたりするときにあのこれから好きな人に会えるんだっていう感じの曲として聞いてもらいたいなと思う曲で。なるほどねそういう気持ちになって「コボルのメンバー自身がこうライブに行ったこととか経験っていうのもこうじゃあ歌詞に生きてますかね。そうでですねももやっぱ自分も 一リスナーとして好きなバンドのライブを見に行くことも増えてきたりとかやっぱコロナ禍でライブがなくなったりとかして好きな自分のバンドの音楽を聴くことの機会がすごく増えたのであの改めてこう自分が演奏する表現者とするあの立場ではなく自分は聴く側としてリスナーとしてその気持ちを理解できたらなっていう気持ちでこの歌詞は書きましたねなるほどじゃあこうより一層ファンの方にとっては自分をこう重ね合わせながら楽しんでもらえますね。はい ぜぜひぜひそういう楽しみ方聞き方していただければ嬉しいです、うん、いやなんか細かい話なんですけどこうあのベースの音もギターの音もこう絶妙なところで絶妙な感じでなってるっていうってことですよね <laughs> そうそうそうここでこれ聴きたかったっていうところにベースがあってギターがあってってことですよね、うん、いややでもやっぱ彼らの 美味しいしとこどりみたいなところがよくもある子も出てるじゃないですかねいや。いい感じに出てると思いますでなんかこう <laughs> <ー>歌詞の描写をこう引き立たせるというか、はいうん、際立たせるような形であの演奏が入ってくるので差し込まれてくるのでうん、うん、いいなと思いましたとても。 そうですねなんか結構あの僕が歌いやすいような意識と同時に僕が歌ってないところに詰め込むっていう作業をひたすら繰り返してたみたいで楽器人でそれがあのうまくリスナーさんに伝わっていただいて僕はあの嬉しいしもっといろんな人に伝わればいいなっていうのはありますねうんいやあの多分せめぎ合ったでしょうね特にこうベースとギターはいや俺も行きたいでもじゃあ今度はお前が行くかみたいな。<laughs> 結構スタジオで揉めてましたね<あ> <laughs> 相談されてましたか いやなんか相談というか、なんかここいらなくないとか。<laughs> <laughs> なんかもっとシンプルでいいと思うみたいな話は、結構僕以外の楽器隊ではすごいやってましたね。あ,あ、そうなんですね。はい、なるほどね。うん、改めてあの思ったんですけど、やっぱりこの夜空になりたくて、ね、で、やっぱリズムがこう安定してるっていうのは、こぼれのすごい魅力ですね。 ああ確かになんかリズム独特ですよねすごいなんかポップなんだけどちょっと切ないコード進行というか、うん、なんかいろいろの集合体みたいなあの結構絶妙なリズムだと思ってますねあの特にこうやっぱり今回はこうゆったり聞かせるようなところっていうのも曲の中に入ってきてたりとか曲の構成自体も結構あのそれぞれに面白い感じですもんねそうですねあの意外とこう C メロとかあの関係なしにどれもサビみたいなことを意識して <laughs> A メロも B メロも C メロも全部サビみたいなのを意識して作りましたあそれはもうるく君が曲を作る時から意識はされていたところなんですかね。そうですねやっぱ視聴器とか置いてあって一番最初にいいなって思う部分は僕だったらメロディーではあるのでやっぱり1音目とか1発目の歌詞だったりメロディーとか常にこうかっこよくありたいというか。 いいいいいメロディーででいたいっていう意識ではすすごくありますね自分的にもなるほどね。はい、いやでもそれは確かにあ,のありますねどこがサビなんだろうでもまあ気持ちいいからかっこいいからいいかって思えるような。<laughs> いやもうそんな感じで全然大丈夫です。ありがたいです <laughs> むしろ自分もそんな感じ曲作ってるんで「<laughs> <laughs> 楽0 0いっか」みたいな。<laughs> <laughs> そうかじゃあ受け取り方はそれで正解ということで。いや正解ですあえっと3曲目の「範囲になるまではこう自分自身を鼓舞しているようにも取れるし本当にこに近しい大切な人への応援歌のようにも取れましたがそうっすね結構僕ドキュメンタリーとかそのーアーティストさんの裏現場だったりとかそういうのを見るのがとても好きであのそういうのを見た時に 表に立ってる人間にも裏側であの支えてくれる人間にも響く曲が作りたいなっていうそういうなんか意識で書きましたかねこの曲は、うん。結構じゃあ具体的に周りにいる、うん、まあスタッフさんの顔だったりとかっていうのも思い浮かべたそうですねなんか基本的に誰がとかじゃなくてみんなのこうテーマソングになれればいいなっていうふうにあの考えて作りましたねメロディーっていうかその音楽構成だったり歌詞も込みで。ななるほどね、はい、なんかこう 自分に言われてるみたいって本当にあの思ったんですよね。あ<ー>、そう、なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、そういうふうになんかでも受け取る人が多いっていうのは。こう、きっと歌われてることが、こう、誰しにもこう当てはまること。だからかなと思ったんですけど。それ、こう、なんかリサーチとか特にされず。自然とこう、出てきた歌詞ですか。まあ、そうですね。やっぱ自分がこういう言葉で歌われたら嬉しいなっていう言葉を結構並べた。 かなと思ってますあの自分がっていうよりも自分で聞いてどう思うかっていうなんかどっちかっていうと発信よりかは受け身でいろいろ今回は歌詞を考えられたのでなんかすごいうん自分に対する歌というか <laughs> そんな感じですかね。なるほどね。そうかそうか、うん、いやでもこうやっぱりちょっとこうパーソナルな部分だからこそ響くっていうのはありますもんね。 まあそうですね。あの、うん、誰かっていうよりかは君にみたいな感じの方がどっちかというと響くかなとは僕は思ってます。うんうん、うん、このサンデーはすごくこう心が軽くなる曲でした。<laughs> よかったっす。こうまるでサンデーみたいねってなんかすごく素敵なフレーズだなと思って。あの適当でいいしょっていう一曲だなと自分でも思ってます。なんか適当にこう。 フラフラししててる感じをすごく出したく出ただるさというか日曜日だよっしゃーっていうよりかはもう日曜日か次月曜日じゃんみたいな気だるさをすごく出したい曲だったのでなんかそういうのがすごい楽曲だったりあのメロディーの最後のおしサビでどん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 下がっていく感じとかもあの表現できたかなと自分でも思って、うん、なんかねこの「サンデーの」あの歌詞の感覚ってすごいこう懐かしくって。 あの愛おしいなって思ったんですよ、うん、こう単純に本当にこのコロナになる前はこういう感覚だったなとかも思い出したりもしたし例えばこうまあ年齢的なこうもうちょっと若い時は確かにこんな感じだったなとかなんだそれがすごくいいなと思ったんですよね。まあそうですねんかこう淡いって言ってち,ちょっと表現の仕方があれかもしれないですけど。うん ななんかかやっっぱこういうい時ああたなとかも全然ありますよねやっぱ結構僕は風景を歌うことが多かったりするのでうんいいですね思い出せるような感じが伝わって嬉しいです。いや本当になんかしかも何だろうあのこ,れこういうふうにまた言える日が早く来てほしいなという希望でもありましたあそうですね、うん、まあ,あのでもまあそれまで自分が健康でいれれば <laughs> っていうなんか逆に前を向けるようなあのメロディーでもあったり。 だからそういうところも踏まえて多分こう自分自身が聴いて気持ちが軽くなれたんだと思うんですよね。ああもうありがとうございます最高ですいやーうん、嬉しいですい。すごいなんかこのなんだろうコロナ禍だからとか、まあ、関係なくすごく普遍的ないい曲だなとも思うしでもコロナ禍のこのタイミングだからこそあのすごくいいなと思いました。 うん、ありがとうござい,ます、ね、いや本当にだからちょっとうつうつあのしてる方にはぜひ聴いてもらいたい曲だなと思いました本当にうん、えっとに「海まで」これ先行配信中ですがこう私あの海までの,あのサビの歌詞を聞いてあだからオレンジなのかなーなんてあの想像したりもしてたんですけどあそうですねでも本当におっしゃる通りで、うん、あのサビに色が変わってしまう前にあのっていう歌詞があるんですけどあのそれが朝から。 あのーまあ、夕方から夜にかけて暗くなってしまう前にっていうその景色を思い浮かべるような歌詞を意識して書いたんで、まあ、そこの条件に当てはまるのもオレンジ夕焼けですしっていうのもありますかねすごく。すすうんうん、うん、すごいい青青春春ですねここの曲いや超青春だと思まれは結構具体的なこう絵が見える浮かぶ曲にもなってますが。 はいもう本当にありきたりな風景なんだけどあの頃はすべて綺麗に見えてたなみたいなことも思い出せるようないやもうめちゃくちゃなんか透明度抜群な一曲かなと自分でも思ってます,、うん、すごいこうピュアだなと思いました <laughs> そうめちゃくちゃピュアですよね音もすごく意識しましたでもやっぱあのイントロもそうだし、まあ、アウトロもなんですけどギターのこうなりがやっぱいいですよね。 まあそうですね結構やっぱギター意識したりしましたね他の曲とは違うギターとアンプを使ってみたりとかあのミックスっていう作業があ,のあるんですけどあのさらに作ったものをより良くする段階があるんですけどそこでこうリバーブだったりとかこうふわっとこうなんかあの白黒だったものに色がついていく感覚を出したいなちょっと難しいんですけどそう,そういうのをエンジニアさんに伝えたりとかして結構4人で悩みながら作った1曲でしたこれは。 あなるほアコギとかも入れる予定じゃなくってでも入れたらいいんじゃないみたいな話し合いもして入れられたりとかかなり考えましたねこれは。でもだからこそこう最後のアウトロで演奏にこう感情を感じたんでしょうね感じました <laughs> すごく。ありがとうございます。ここののななんか君に歌歌くちゃなというう詞はやっぱりこうあのー まあミュージシャンらしいフレーズかなというふうにも思うんですけどまあそうですね結構あの君に歌わなくちゃで最後君と歌わなくちゃっていうふうに変わるんですけど、うん、結構これレコーディングの時まだなくて歌詞が<ー>君と歌わなくちゃの一番最後の歌詞が本当はなくてでもなんか歌っててバーンって最後撮り終わった後にアウトル入ってもう一回歌いたいと思って って出ききた言葉が君と歌わなきゃだったんですよね<ー>だから結構この曲意外とこう感情に身を任せて歌ってるところもちょっとこう思春期というかちょっと若々しいところもなんか思った思ったところで出せたなみたいなところはありますね。でもそれがレコーディングでできるって、うん、やっぱりこの楽曲がやっぱりちゃんと自分の中にないとできないからいい経験ですねそれ。いや本当に自分でもびっくりしましたなんか歌詞 もう、あのー、なかったところをなんて歌おうなんて考えずにパッとも出てきたフレーズを歌えたっていうのもあってちょっと自分でも不思議な気持ちでしたけどいいなんかいいオチになれたのかなってていう感じはしてますね自分でもうん,なんかこの主人公にとってだからこう伝えるっていうことは歌うっていうことなんだなというふうにも想像させられましたしなんかでも気持ちをうまく言葉にできない時あ歌う でこう表現できたらいいなみたいな,なんかロマンチックさも感じました僕だから歌うっていう表現をしているだけで、うん、多分皆さんにとってはいろいろ表現の仕方っていろいろあったりもするのであの、まあ、なんかそれはリスナーさんが自分なりに噛み砕いてあの聞いてもらえればなと自分でも思ってます、うん、さあ今回最後「置いていく」という曲で締めくくられるんですがこれが、ね、めちゃめちゃ短い曲なんですけど。<laughs> そうすね、でもその中にいや新しいこぼれが詰まってますねいやもう結構めちゃくちゃですねこれは <laughs> いや結構私も衝撃的でした <laughs> そうですね自分でもめちゃくちゃやったなって思ってる一曲でもありますこれはあのこぼれのこうロックバンドとしてのエモーショナルさももちろんあるんだけどこう歌い方がねこうラップのようなでもめちゃめちゃロックなラップですねなんかこう 結構ダサいさのギリギリを攻めようっていうのを意識した曲で、うん、<laughs> なんかこう自分で照れないギリギリのラインていうか聞いててをすごい目指した一曲なんでちょっと歌詞もギリギリなんですけど、うん。いやすごい攻めたなと思いましたよ。まあでもあのこういうのを聞いてあのめちゃくちゃ。 上ががってくれれる人がいいば嬉ししですしな結構僕らもこういうのが好きなんだろうっていう気持ちでライブをやりたいなっていうのはすごいあの思い浮かべられるような、まあ、早くコロナ終わってほしいみたいなのもあのみんなにどん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 思ってもらえればなっていう曲になればと思ってます、うん、いやでもこう本当にいやそうだよねって思わせてる歌詞なのでこれ絶対ライブ会場で上がる人多いと思います。 <laughs> 結構ちょっと皮肉っぽいですけどね歌詞も <laughs> うんうんいいじゃないですかそれが効いててねよりロック感もありますし爪痕を残す最後の曲でっていうのね <laughs> まあちょっとセットリストも考えてみますこの世の入れどこは <laughs> あそっかこの「最後に置いていく」を収録することは割とスムーズに決まりましたかね,ねいやあのこの曲中はメンバーが結構考えて ててたりとかはしてて今まで普通だったら「こぼれは置いていく」が1曲目のはずだったんですけどなんかそこまでもぶっ壊していきたいなっていうので今回一番最後にしよう。 はこぼれが始まるっていうよりかは最後聴き終わったとやっぱりこぼれだねってなってもらえるような一枚になればなっていう気持ちを込めてこの曲は最後にしましたいやもうまさに狙い通りですねじゃあ <laughs> ほんまにびっくりさせられる最後の曲でまたね <laughs> うんね<え>なのでこう6曲ですけどやっぱりいろんな挑戦もあるしやっぱりなんと言ってもこぼれが すごくこうパワーアップして今バンドとして活動してるんだなということがよく伝わる1枚でしたまあ,ありがとううございますもう本当に自分自身もう別にしんどくないっていうのってやっぱ直接会ったりとか演奏を聞いてもらわないと分かんないことって多かったりするのでこの1枚であのこぼれは今めちゃくちゃ進化し続けてるよっていうのが伝わればすごく嬉しいと思います。はいうーん さあ、六月九日に、いよいよ EP オレンジリリースになります。ぜひチェックしてください。さあ、今後の予定なんですけれども、えー、とフルテンツアーがありますね。関西七月十五日木曜日、震災橋ビッグキャットです。で、今月、ペディフィールドプレゼンツ・トゥーザ・ネクスト・フィールドツアー2021で関西にやってきます。六月十三日日曜日、震災橋のブロンズ、えー、そして。 京都大作戦にも出演が今年決定してますねいやもう激アツな夏になるんじゃないですか今年は。<laughs> ねそうでしょうねだってこう EP、はい、オレンジリリースした後ですし余計にこう新曲もねセットリストにも入ってくるだろうしそうですねそれをなんか好きな大阪でできるっていうのがまた嬉しかったりするし音楽っていろいろやる場所だったり景色だったりによって全然か見え方だったり聴き方だったり変わってくるので目的にはなんかあのフェスも イベントも企画も大阪でやれるっていうのはすごい嬉しい大阪めちゃくちゃ好きなんでうんうれ、ん、しいです今年も、ね、こぼれのの大阪のお客さんはやっぱり結構幅広い感じがしますよ女の子はもちろんですけどす男の子も多いしほ、うん、ら嬉しいです ねえ <laughs> とにかくこう騒いでんなってイメージはやっぱありますね、<laughs> 関西は。あ <laughs> あ、元気がいい <laughs> 騒ぎたくてしょうがないんだろうなみたいなあの子たちがいっぱいいて、あの多分僕と同い年ぐらいなんだろうけど、なんか本当に嬉しい反面、あの早,早くここまで来てほしいなっていうのは、あのコロナ禍終わってありますよね、いろいろ。うん ちょっとまた違った形でのライブの楽しみ方にはもちろんなってくるかと思いますけどでもやっぱりこう今のこぼれを体感できると思ったらライブに行きたい。ななんんか本当に今,今はっていうかまあずっとそうなんですけど よりこう歌とかそのしっかりこう喋れないお客さんが喋れなかったり思,う思った以上に楽しめなかった分そこを僕らで埋めていけるような熱量だったりああのまあパフォーマンスだったりでこうみんなを楽しませればなと思う気持ちでやっているのでまたちょっと違ったこぼれも見に来て欲しいです、はい、<laughs> 楽しみにしております。今後の予定に関して、ね、詳ししてて詳くくは SNS 式ホーームページをチェックしてください さあということであっという間にそろそろお別れの時間ですが、うん、リスナーの皆さんに向けてメッセージいただけますか。はいえっとめちゃくちゃいろいろしんどいニュースとか悲しいニュースとかあの多い中ですけどもあの一番は自分の健康なのであの健康第一にあの音楽好きなら大丈夫だと僕は信じてますあのなので僕らもいろいろライブ回るのでぜひぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いします。ありがとうございます。 メガメガ、めがめがこの時間はこぼれのギターボーカル、佐藤健さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。